中富インターチェンジは、山梨県南駒郡三野部町下田原にある、中部横断自動車道のインターチェンジである。三野部町役場のある、霧石地区の利便性を目的に横断道が通る、予定のもと、田原地区にインターチェンジを追加する陳情が行われ、2013年6月11日に、国土交通省より認可された追加インターチェンジである。 このインターチェンジは、新直轄方式で作られる区間の中にあり、六号インターチェンジから富沢インターチェンジの間は、無料で共用される予定である。富士川の対岸にある、霧石地区及び東側の山を越えた場所にある、船戸地区の最寄りインターとなっている。霧石地区には、富士川橋から直接アクセスできるが、老朽化の上福音が狭いことから、 霧石地区の南約1キロメートルの8日市場地区に中富橋が架橋され、同インターと同時に共用が開始されている。中富橋と国道52号交点に宇佐美交油のガソリンスタンドがある。AB 追加インターチェンジ一覧、中部横断自動車道計画概要、山梨県、2019年2月5日閲覧、中部横断道美ノ部に新インター、 中部横断自動車道インターチェンジ名称が決定しました。国土交通省関東地方整備局交付河川、国道事務所、中日本高速道路株式会社、山梨県、2021年5月9日閲覧。E52、中部横断自動車道新清水ジャンクション、富澤 IC、株温泉早川インターチェンジ6号 IC2019 年3月10日16時30分に、 開通、国土交通省関東地方整備局交付河川、国道事務所、中日本高速道路株式会社、http コロンスラッシュスラッシュ www.ktr.mlit.go.jp スラッシュ記者スラッシュ koufu0000403、00 html2019 年2月5日閲覧。e 5 1 2チューブ横断自動車道新清水ジャンクション。 富見沢 IC、株温泉早川インンターチェンジ6号 IC2019 年3月10日16時30分に、開通、国土交通省関東地方整備局交付河川、国道事務所、中日本高速道路株式会社。 http://www.c-nexco.co.jp コロンススララッッシシュュスラッシュコーポレートスラッシュ presr s oom スラッシュニュースリリース4469 html 2019年2月5日閲覧道路事業緊急道路整備改築事業は立個切り市線路甲府河川国道事務所 2015年2月23日閲覧、ありがとうございます。